リーエリート大道芸人ルーベンドットドットドット。 Hi the crime show My name is Ruben dot 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 I'm speaking to you all the way from Australiaかつてシルク・ドゥ・ソレイユの公演にも参加したオーストラリア出身の大道芸人。うわー、どう、あの世界のシルク・ドゥ・ソレイユが認めたパフォーマンスをまずはご覧ください。うわー、何しに、おお、お見逃した方のためにもう一度。なんと高さ6メートルのポールから垂直に落下し、地面ギリギリで急停止。10センチもないよ。そんなルーベンが語るストリートの魅力とは。It's my love. It gives me the freedom. There's nothing else that you can do to make a show work. It's all up to you and your skills and your ability to do a show. Yeah, absolutely amazing. いかがですか、カミラさん。いや、ものすごい。すごいよね。まあ、でもそれなりの技術がないとできないっていうことが証明されてますよね。そうなんですよ。ちなみにですね、今あのこう急降下なさったルーベンドットドットドットさん、はいはい、こちら、ポールパフォーマンスの、ね、はい、そう方なんですが、彼がストリートパフォーマンスを始めたきっかけが面白くてですね、はい、単純になんと仕事がなかったからとりあえず始めたらしい。とりあえずね。もともと例えば機械体操とか、はい、まあ、そういうちょっと素養がないとこれちょっと無理でしょう。まあ、無理ですよね、うん。そしてですね、彼がもっとすごいのが、はい、そこで稼いだお金でなんと中国雑技団の門を叩き、そこからシルク・ドゥ・ソレイユのメンバーへと上り詰めたんです。すごい、エンタメ下克上。そうです、すごいな、まさに下克上、はい、すごいと思います。そしてですね、あの地下鉄で、はい、もうめちゃくちゃバク転をしてた、そうそうそう、こちらドンテ・スティールさんなんですが、はい、実は彼はですね、うん、彼の家族やいとこも一緒に、うん、